ロベルト・フィルミーノ・バルボーサデ・オリベーラは、ブラジルマセオ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。ブラジル代表。ポジションは FW。2010年12月、ブラジルのフィゲーレンセ FC から、TSG1899 ホフェンハイムに2015年6月までの契約で移籍した。2011年1月に正式に加入した。 1>, 1ヶ月後の1、FSV マインツレーゴ戦で75分、セバスティアン・ルディとの交代でデビューした。そして、4月16日のアイントラハとフランクフルト戦で、移籍後初ゴールを決めた。2011から12シーズンは、リーグ戦3ゴールに終わった。2012から13シーズンは36試合に、出場し、7ゴールを決めた。2015年6月24日、 リバプール FC と2020年6月までの5年契約で完全移籍した。移籍金は明かされていないが、ドイツ紙、ビルトによると4100万ユーロと報道された。2015から16シーズン、2016年1月14日のアーセナル FC 戦では2ゴールを決め、リバプールが選ぶ2016年1月の最優秀選手に選ばれるなど、リバプールでの1年目は、 リーグ戦で10ゴールを決める活躍を見せた。2016から17シーズン、2017年4月8日のストーク式戦では、決勝ゴールを奪うなど、2年連続リーグでの2桁、得点となる11ゴールを決めた。2017から18シーズンには、新加入のモハメド・サラーに、背番号11番を譲り、9番を背負うことになった。 12月2日のブライトンとの対戦で2ゴールを決め、5から1での勝利に貢献した。12月6日、UEFA チャンピオンズリーググループステージ第6節、スパルタク・モスクワとの対戦では、2ゴールを決める活躍を見せて勝利に貢献し、チームのグループステージ首位通過に貢献した。12月26日、 スウォンジー戦では3試合連続ゴールとなる2ゴールを決める活躍で5から0での勝利に貢献した。2018年1月5日、FA カップ3回戦のエバートン戦において、相手 DF のメイソンホルゲートに対し、ニガーと発言したとの疑惑がかけられたが、この件に対し FA は、証拠不十分のためフィルミーのニ罪はないとの判定を下した。二千十八年一月三十日、 ハダースフィールド戦のゴールでリーグ3年連続の2桁ゴールを達成し2月11日のサウサンプトン戦ではチームの先制点を決め2から0での勝利に貢献した2月15日チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド 16FC ポルト戦のファーストレグではジェームズ・ミルナーのアシストからチームの4点目を決め5から0での勝利に貢献した 2月24日のウエストハム戦ではチームの3点目を決め勝利に貢献した。UEFA チャンピオンズリーグ準決勝ファーストレグ AS ローマ戦では2ゴールの活躍で5から2での勝利に貢献した。4月29日に新たにリバプールと長期契約を結んだ。その際にはノールックでサインするなどファンを沸かせた。また、 チャンピオンズリーグ初出場から11試合で通算10得点を挙げ、史上最速タイを記録した。2018から19シーズン、9月15日、プレミアリーグ第5節トッテナムとの試合で、ベルギー代表 DF ヤンフェルトンゲンから目つぶしを喰らい、9月18日の UEFA チャンピオンズリーググループステージ第1節パリサンジェルマン FC 戦では、その影響でベンチスタートとなったが、 2から2で迎えた後半アディショナルタイムに、決勝ゴールを挙げ、負傷した目をアピールするパフォーマンスをした。プレミアリーグ第二十節のアーセナル戦では、ハットトリックを決めて5から1での勝利に大きく、貢献した。チャンピオンズリーグ決勝のトッテナムホットスパー戦では、毛が上がりながら先発したが、目立つ活躍ができず、リボックオリジと途中交代となったが、チームは優勝した。 2019から20シーズン8月の UEFA スーパーカップではネの2ゴールをアシストし優勝に貢献8月31日のワンリー戦でゴールを挙げたことでブラジル人選手初となるプレミアリーグ通算50得点を達成した2019年12月 FIFA クラブワールドカップ準決勝の CF モンテレー戦で決勝ゴールを決め 決勝の CR フラメンゴ戦でも延長戦で決勝ゴールを決め、シーズンを通じて重要な役割を果たし30年振りとなるリーグ優勝に貢献した。2020から21シーズン11月22日第9節首位レスターとの対戦でゴールを決めて勝利、クラブ新記録となるホームゲーム64戦無敗記録に貢献した。 2014年10月23日、ブラジル代表に初選出され、11月14日に行われたトルコ代表との親善試合で、代表初出場を果たし、11月18日に行われたオーストリア代表との親善試合で、初得点を挙げた。2018FIFA ワールドカップロシア大会、決勝トーナメント1回戦メキシコ戦で、後半途中から出場。 ネイマールのアシストから勝利を決定的とするブラジルの2点目を決め、ブラジルのベスト8進出を助けた。コパアメリカ2019のメンバーに選出され、グループ A 第3戦のペリュー戦では、相手 GK のミスをつき、ノールックでのゴールを決め、5から0での勝利に貢献。準決勝のアルゼンチン代表戦では1ゴール1、アシストの活躍で、決勝進出に大きく貢献した。 2015から16シーズンにより就任したユルゲン・クロップ監督の下では、ストライカーとも中盤の選手とも言えない、偽セ9番としてプレーし活躍している。両サイドのフォワードやミッドフィールダーの走り込むスペースを作り、また時に自身の飛び込むスペースをも生み出すオフ・ザ・ボールの動きに優れる。プレミアリーグのフォワードでトップのタックル数、インターセプト数を記録するなど、 守備の面でもハードワークを厭わず、献身的にピッチ中を走り回る。国際 A マッチ55試合17得点。ありがとうございます。